独立行政法人高齢障害、求職者雇用支援機構は、高年齢者や障害者の雇用を支援する業務、並びに求職者その他労働者の職業能力の開発及び向上のための業務等を行う、厚生労働省所管の独立行政法人である。高年齢者等を雇用する、事業主等に対する、給付金の支給、障害者の職業生活における自立を、 促進するための施設の設置及び運営、その他、高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための、業務並びに求職者その他の労働者の、職業能力の開発及び向上を促進するための、施設の設置及び運営の業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の、労働者の職業の安定その他福祉の増進を、図るとともに、経済及び、 社会の発展に寄与することを目的とする。行政改革推進本部事務局。独立行政法人整理合理化計画。2008年12月29日閲覧。行政改革推進本部事務局。雇用、能力開発機構の廃止について。2008年12月29日閲覧。独立行政法人雇用、能力開発機構法を廃止する法律。朝日。 2013年9月14日付、独法職員に現金化給食者支援 NPO、検査日、情報見返り、朝日、2014年3月19日付、不正入札、3つの疑惑厚労省の職業、訓練事業、担当課長ら公鉄、ありがとうございます。